この時田さんという人はえーえー 確かトミーファーストの幹事長だったんですね、はあ、でそういう形で戦って勝ったわけでしょ、えー、であの時田さんはね、えーとまあ、この「虎ノ門ニュース」では随分重点的に扱ったんですけれども今年の3月に石原慎太郎元東京都知事を全く不当な形で百条委員会の場に呼び出して追及しましたよねあ,、はいえー、あの時に一番張り切ってた人ですよ<ー>ですからね私は一連のこの小池劇場のね、えーえー、まあ言ってみれば小池さんの横に ついててて一緒になっっ主役ででやってた人でしょう<ー>だからね音喜多さんに申し上げたいのは小池さんのそうしたその独裁的な党運営やなんかに対して、うん、まあ,あの一緒にやれないというふうに思ったから出ますというあ、うん、あなたは被害者じゃありませんよってことなんですね<ー>でこの小池さんがやってきたこの1年余りのね、えーうん、豊洲市場への問題の混乱、えー、こういうふうなものを一緒に手助けしてきたわけだから音喜多さんはそれ説明する義務あると思う私は。えー あの単にね小池さんのひどいことに我慢できなくて僕は出るという話ではもうないですからそれは都民に対してどうしてこういうことが起きてきたのかそれから私はあの百条委員会だって全く不当なものだと思っているそれから石原さんに対するあの質問のありようとかねえ彼をあの場に引きずり出したことも含めて一種の人権侵害だというふうに思っていますからそういうことについて今後まあたった一人でですねえぜひ説明に努めていただきたい。 で上田玲子さんがおっしゃっているこの議会での質問内容を会派にチェックされると、えー、そんなことは当然どこの党でもありますよ。 今までだからその上田さんたちは無所属だったからあんまり経験がないのかもしれないけど例えば国会でもですね国会議員がまあ質問に立ちますとよほどベテランの議員だったら別ですけれどもそれは当然例えば自民党でもですね、はい、えどういう質問をするのかっていうことをチェックしたり、はい、あるいはえまあ役割分担ですね、うん、こういう観点からあなたは。 質問してというふうふに当然その党としてのいろんな戦略ってあるわけですからチェックされるなんて当たり前のことでしょでチェックされてね例えば自分のん質問したいことがさせてもらえなかったとかっていう話だったらばこれはねだから組織の中でご自分がどういうふうに仕事をして自己実現をするかっていう極めて小さい問題なんですよ。あの ある組織の中にいてね、みんな何もかも自分の思い通りに仕事なんかできるわけじゃないのね。こんなことは大体もっと30代、いやこの人がおいくつか私知らないけれども、<laughs> まあ20代か30までの間にね、みんなある程度学んでくるものですよ。そういう中でね、うるさいおじさんたちなんかいっぱいいる中で、それでも私はこれ聞きたいということをどうやって質問するかっていうことが仕事でしょう。 それぐらいはもうちょっともう乗り越えていきましょうよって話なんですゃっちゃうとボロが出ちゃうから取材は受けてもあんまり喋べるないって言われる人たち、ねね、言われちゃう人たちが、ね、トミーファーストはね。そうそうそれでねやっぱりこの足元がでも揺らいできたってことは小池さんの基盤のね、はい、あの揺らぎっていうことでもあるので、はい、まあそれなりに大きなことなんですけれども。はい 私は、えー、と小池都知事はですね、はい、ここでやっぱりちょっと政治的に非常に追い込まれたというふうに見てますね<ー>だって例えばこれ国政に繰り替えしたらですよ、えー、都政を放り出すのかっていうふうに言われる、えー、それだけじゃなくて、えー、都政を混乱させてかき回してね、えー、わけわかんない状態にして、えー、収集不可能ぐらいの状態にして出ていくわけですからもう,うす、ね、もうこれは相当のそしりを受けますよ。えー で、逆に、じゃ、国政で自分が立たなかったら、え、国政政党までわざわざ作ったのに。やらないのっていう話になりますね。だから、かつて大阪で維新ができた、地域政党としてできた時とは、話全然別なんですよね。だって、わざわざ希望の党っていう別の党を作ってるんですからね。そこに自分は関与する、代表として関与はするんだけれども。国政には出ませんっていう、よくわからない話になっているわけだから、どっちに行っても。 あの非常にまあ非難を受けるという状況になりました、まあうん、そしてこれで自分の言葉を守ってですね仮に都知事を続けるということになった場合あと3年を切っているオリンピックまで。 築地市場から豊洲への移転の問題はまだ全然移転日が決まってないつまり道路の工事も着工する見通しが全く立っていないっていう状況をどうやって一体解決するのかっていうことですよ今までみたいにごまかしごまかしでねテレビさえ出てればいいっていうことにはもうなりませんから本当の実務能力が問われてくるんですよね。まあ、そういういい点で小池さんはかななり追い込まれたなと いいうううにそ局面ですまさに自自とというこでついでに言いますとね、この時田さんが選挙区で出ていた東京の北区、東京12区だったかな、あそこはこの前も申し上げましたけれども、国政でいうと、自民党が唯一代議士を立てていない選挙区、なぜならば、公明党の太田昭宏さんの選挙区だからなんです、太田さんの当選のために、自民党も公明党も一緒になって、太田さんを応援してるから、自民党候補立ててない。公明党のプリンス そこの都議会議員だったのが前の、えー、と都議会自民党の幹事長の高木圭さんで、えー、まあ私は長い友人なんですけれども、はい、で彼は落選したんです、うん、まあ小池さんサイドとねメディアからだいぶネガティブキャンペーンされて、うんえー、落ちましたと、うん、でもうこれ「産経かな」なんか書いちゃったから別に言っちゃっていいと思うけれどもその高木さんが自民党の東京都連の推しで、はい、どうやら比例で立候補するらしい。 <laughs> まあいいか高木さんのメール言っちゃってもいいと思うけど指針だけど、うん、いやなんか比例名簿に自分の名前搭載するって言ってるんだけど困っちゃったなっていうふうに私にメールは送ってきた<ー>つまり、えー、彼が出たいということよりも、うん、あの東京都連としても、はい、結局公明党がね都議選の時に小池さんの方に行っちゃったってことで自民党は相当苦戦したんですよ。はいはい まあ裏切りじゃないですか一種の、うんね、だからその北区という今までは自民党がわざわざ候補を立てないでまで太田さんを応援してきたところでいやいやあの一人はね要するにまあ比例で載せますよと。でえっと以前はですねずいぶん昔はあの選挙区には自民党の代議士がいましてそれは八代瑛太さんっていう方だったんですよね。 えとまあ,あの比例の名簿のもうかなり上位1位に近いところにいらしたんです東京の。はい、でそういう伝統もあるから、はいまあ、比例名簿に自民党が乗っけるってことは、まあ、自民党の勝手な判断でできるわけですよね公明党と関係ない、はい、だからそれを、まあ、あ昔のねやり方を戻すということで,、はいでえー、地元にまあ根付いている長年根付いている高木さんをお比例名簿に乗っけて。うん まあ彼をあそそこここから大議士とととしてこんな出そうとう、えー、こういうことなんですよね<ー>だから非常にいろんなこう混乱の中でなんかおかしな面白いことが起きてきていて高木さんのことはあんまかばうわけじゃないけど、まあ、彼はちょっといろんな不当な目にあったということもあるし、えー、私は以前から一友人として、えー、あなたは都議会ではなくて国政に出るべきだとずっと言ってきた、えー、なぜならば前にも言ったように90年代の初めから彼はチベット問題を私より前からやっていば ね、あのヨーロッパのいわゆる保守主義というもの、えーえー、これについての見識も彼はすごく深い<ー>、まあ、あの保守主義、ね、あの政治的なその保守の名著と言われるような本あるじゃないですか、はい、あれはもうことごとく読み込んでますね、はい、大変なそういう意味ではあの、まあ、政治論客でもあるんですよ、えー、そういう点であなたはなぜ地方議員をやっているのというふうに私以外の親しい人もみんな言っていた。えー、だから今回、ねえー、まあ本人は 俺数か月の間に2回も落選したら嫌だよって言ってるけれどもそんなこと言ってないでねまあいいチャンスだから出た方がいいと思いますそういう意味ではいろんな混乱を巻き起こした小池さんっていうのはそれなりにすすごいでその功績はね正しくはい,はい